村瀬だ。やっぱりいてくれたな。いや、なんか様子がおかしいぞ。さっきから中、人が少なすぎねえか。そうか。動くな。昨日、うちのが松金組弾いたとこやで。登場会の返しを楽しみにしとった。要するに、うちも限界態勢やったっちゅうこっちゃ。八神さん、どうする海藤さん。どうするって、こんなのどうしようもねえだろ。やっぱりお前らが登場会やったら、もうとっくに両目えぐってるけどな。傷つけよ、おら！にぎやかなマッチや。一、二発撃ったとこで誰も気づかんで。誰の命令で来た？こいつだよ。今日も口軽いな、海藤さん。あんたは誰だ？教令会若頭、塩やっちゅうもんや。教令会のナンバー2か。東が言ってた。おい、猿ぐつばと手錠や。話は事務所でゆっくり聞いたる。お前ら長い夜になるで。舐めた真似し腐って、そいつからぶち殺したり。え、タボやるや。なや、お前なんで。驚いてる暇なんてないんじゃない。だよな。やるぞタボ。もういい、ずらかるぞタボ。ああ、ここまでにしとこう。おかげで助かった。お前も来いよ。どうした。うん、わかった。え、来んのかよ。ま、待てや。このままじゃ済まさんで、お前ら。ヤクザ舐めとったら命がないで。なんだよ、お面が必要なほど不細工じゃねえぞ。それはどうも。仮面いいのか。だってこんなのつけたまま街に出れないでしょ。よし、行くぞ。あんたら、なんでわざわざうちに集まってくんだよ。もしかして迷惑だったか。そりゃ、兄貴たちといるところを頭に見られたら。羽村の頭は雲隠れしてんだ。しばらく大丈夫だろ。だからってね、だいたいそいつ誰です。名前は杉浦、杉浦文也。
俺は前にもこの杉浦君に助けられたんだ。そのお面、例の神室町の窃盗団ってのが確かそんなの被ってんだよな。あそこはもう抜けたよ、今は一人。それよりお前、さっきはなんであの場にいた？言いたくないか？いや、どこから話したもんかと思ってさ、ちょっと込み入った話でね。ん？僕ね、前は梶平グループで働いてたんだ、関西の本社で。梶平？協力会のバックについてる？そう、そこで社内の IT 管理の仕事をしてたの。サイバー攻撃を防いだりとか、そういうシステムエンジニアってやつ。それで？うん、ある日僕はたまたま経理のデータに数字の改ざんを見つけたんだ。改ざん？グループの幹部が何人かで裏金を作っていたわけ。億単位で領収書のいらない金が隠されてたんだ。で、僕はそれ見て面白がってたんだけどさ、その覗き見が連中にバレちゃった。そこからは早かったよ。僕はなぜか会社の金を横領したことになってクビ。何を言っても信じてもらえなかった。ただそれでも僕は幹部連中の裏金が強霊会ってヤクザに流れているらしいことは掴んでた。 KJ アートはその行き先の一つでさ、もしその金の流れを証明できれば僕をはめた連中に仕返しができる。だから今日もあそこにいたのか。僕はずっと前からあのビルを監視してるからね。初めて八神さんが KJ アートに乗り込んでった時も見てたよ。じゃあさっき俺らを助けてくれたのはなんでだ？八神さん、この間一緒に仕事しないかって僕を誘ってくれたじゃない。実はその時も悪い話じゃないのかなって、いつか組んでも損はないと思ってたんだ、八神探偵事務所とはさ。特にそっちの海藤さん。あ？さっきだってヤクザが何人いても全然負けそうになかったもんね。見てて惚れ惚れしちゃったよ。お前若いのになかなか見どころがあるな。ああ、調子良すぎだって。なあ、やっぱこの話俺んとこでする必要あったか？どうかな、僕ら仲間とまではいかなくても持ちつ持たれつって感じでやるのは。ん？八神さんはモグラ、僕は強霊界。追いかける相手は違っても結構協力し合いそうだよね。そっちに連絡するときはどうすればいい？これで大丈夫でしょ。なんで俺の番号知ってんだ？携帯を勝手に拝借したでしょ、その時チェックしてたから。なんてやつだ。杉浦君はなかなかいい青年だったな。あんたちょっと褒められただけでそれか。まだ信用できるわけじゃねえがよ、持ちつ持たれつくらいでやってく分には悪くねえと見たぜ。かもな。まあとにかく今夜もう上がりだ。俺は事務所に戻るよ。おう、じゃあな。もしもし。八神さん、あの白崎です。珍しいな、沙織さん。どうかした？新谷先生がずっと電話に出ないんです。今日八神さんと話して事務所を出たきり。それで？強霊会に狙われてるかもしれないんですよね。いや大丈夫、少し脅かしすぎたかもな。あの
八神さんからも電話してみてもらえませんか。新谷先生、私からだと出てくれなくて。俺の電話なら出るって人でもないけど、まあでも分かった、電話してみるよ。新谷先生、今どこにいる？源田法律事務所のエースとして法律に関するご相談はこの新谷正道にお任せを。新谷、ではメッセージをどうぞ。